学院の職員室のエアコンが壊れてしまったそうなんですけど、先生方は大丈夫でしょうか？はるなちゃんをちょっと脅かしたら白目向いて倒れちゃったの。涼しくなってほしかったんだけど。暑い時こそあえて熱いものを。そうだ、鍋焼きうどんとかいいかもしれないね。はあ、暑いね。でも流した汗が努力の結果。筋肉ちゃんも喜んでるんだよ。毎日本当に暑いのにリンクがいつも通り抱きついてくるから暑苦しくって仕方ないよ。ピアノは幼い頃からずっとやっているんです。はるなちゃんは真夏でも絶好調に怒ってるね。暑くないのかな。なんだか私まで暑くなるよ。なあ、知ってるか？部屋を冷房で寒いくらいにしてブランケットを羽織るのが気持ちいいんだぜ。まほちゃんもむにちゃんも最近微妙に私から距離を取ろうとするんだよね。なんでだろう。